それでは続いて、いや問題は僕ですよ、嶋佐君。俺本当にこれ、俺これ繋がってませんって落ち、やめてくれ本当に。それでは発表します。うん、食べます。嶋佐君の初恋の人と電話、うん、繋がりました。おおあ、俺絶対繋がってないと思ってた。繋がりました。海外にいらっしゃいます。正直、あ、マジっすか。嶋佐の方は繋がってないと思ったわ、俺が先の時点で。俺繋がってないっていうオチだと思ってたわ。繋がってるやん。あ、でも、あ、待って、繋がってないでいいかもしれないです。なんでそれではご覧ください。どうぞ。あ、もしもし、うん、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。はい、あの相席スタートの山崎圭と申します。あの嶋佐くん と、まず、はい、いつの同級生だったんですかね。あ、中学と高校が一緒だったので、うん、その時の6年間、はい、6年間、はい、まあ、同じ学校に通ってた、はい、いつから好きだ。そうですね。ちなみになんて嶋佐くんのことを呼んでたか。カズくんですね。カズくんの、まあ、その学生時代の印象っていうか、その、まあ、なんか友達が多かったとか勉強ができたとか、どんなイメージですかね。カズくんはいつも大体その中学も高校もそれぞれこう、うん、あの目立つような感じのグループの人たちと一緒にいる感じですね。じゃあいわゆる一軍みたいなことですよね。はい、一軍、そうですね。すごく目立たないっていうタイプではないです。うん、でもその目立つグループの中の、うん、優しい人みたいな。ちゃんと見てくれる。いやいや、みんな優しいやろ。ちゃんと見てと、なんかあの、いや、しょぼいやつってことやろ。すごいよく笑うっていうか、受けてくれる人みたいな。笑わせて、笑わせるっていうか、笑ってるっていうか、笑ってくれる。お前が笑わせっていう感じの。ちなみに、まあ、あの、初恋の人だということで今お電話してるんですけど、そうなんですかね。なんか私もと思って、と思ったのは、なんか多分その告白されたのが、うん、多分その高校3年生ぐらいの時とかだったんですよ。ちなみにその告白された時のことって覚えてますか？なんか本当にしていただいたっていうのが全然覚えてるんですけど、うん、はい、なんかどういうふうに言われたのか多分びっくりして、うんうん、あまり覚えてないかもしれない。どこでとかもう全然覚えてないですかね。多分電話とかだと思うんですよ。電話かい。ちなみにそれ言われて、なんで断ったのか理由覚えてますか。多分彼氏がいた。彼氏がいた。その彼氏がいた。そのことをカズくんは知らなかったんですかね。はい。あ、そうなんだ、かわいそう。次の日ぐらいに、その彼氏と、うん、ファミレスにいたんですね。うん、で、そしたら、カズくんが、ファミレスの隣に行って、友達と来たんですよ。かわいそう。なんか、その告白よりも気まずいな。カズくん、かわいそう。かわいそうですよね。最後に、カズくんと会ったのっていつですか？多分2007年ぐらいだと思うんですけど、共通の友達がいて、はい、うん、3人で普通に遊んだのか、ご飯食べに行ったのか、よく覚えてないんですけど、うんうん、なんかその時のことも、うん、覚えてるのが、なんか吉本入ろうか悩んでたっていうすごい覚えてて。そうなんだ。相方探してるとか言ってる。見つかりました、相方。カズくんがニューヨークっていうコンビを組んで、
活動しているっていうのを一番最初に、はい、まあ、あの見たのは何、はい、テレビですか？NHK ワールドの、はいはい、海外のテレビで見ました。あ、ちなみに何の番組？携帯大喜利やったんですね。携帯大喜利は家族んだって中継だ。もうすっごいびっくりしましたね、その時は。本当にちょっと感動しました。そうですよね、しかも海外でなんかね、妙に嬉しいですよね。いや、この間のやつ、その前もっといろいろ出てる、そっち見て。ご結婚されていらっしゃるんですかね。そうですね、はい。ちなみにその告白された時に彼氏がいたっておっしゃってたじゃないですか。はい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 、はい。まあ、もしその時彼氏がいなかったらっていうか、まあ、カズ君のこと自体はどう思ってたんですかね。もう本当にあのカズ君すごい優しくてすごいいい人だったので、うん、本当にいい友達っていう感じですかね。ただ、まあ、本当にいい友達という本当になんかいい人っていうかな。もしあの嶋佐くんに、はい、あの今会うようなことがあったら、なんか言いたいことっていうか、なんかメッセージとかいただいたりできますか、カズくんに。はい、またはいはい、あの集まりましょうって、はい、ぜひ、はい、言ってください。わかりました。家族にまた、会いたいことを伝えておきますんで。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。あー、なるほどね。なるほど。すごいなんか、なんか嬉しかったです。いやいや、ただその、むちゃくちゃ雑魚やもん、お前。何目立つグループの優しい人って。だから目立つグループのやつにパン買ってくるやつやろ、お前。優しい。で、ヘラヘラしたやろ、青みたいに笑って。パン買ってきましたって。もう、彼氏いたんだってのと、で、彼氏いなくても付き合えなかったんだっての。分かったからね。分かった。え、なんでさ、すげえ好き。なんで彼氏おるかどうか知らんの、同じ学校におって。俺は、その告白して振られた直後に付き合ってたと思ってた。多分それが、そのファミレスでバッティングしたの覚えてる？それ全然覚えてない。告白された時に、でも彼氏がいるって、なんかわかんないけど言えなかったんだって。言えなかったのに、次の日ファミレスにで彼氏いるところに隣に来ちゃって、あーって、すっごい気まずかったって。よかったな、でもお前。あ、思い出したかもな。うん、あれいや、結構トラウマレベル、それ。うん、そうだよ、見てた。消去してたんじゃない、ちょっと過ぎて。全て消すやん、お前って記憶。でも別にいいや、そいつ付き合ってなくても俺告白されても付き合いませんでしたって言ってたし、うんうん、そうやな、すごいすっきりしましたね、うん、よかった、すっきりしたら。でも、うん、普通に泣きそうですけどね。分かるよ、分かる分かる。2人とも結婚するのに、そう、2人とも幸せにご結婚されてて、うん、すごい感じもいいし、なんかね、頭のいい人たちだった2人とも、すぐハキハキ何でも答えてくれるし、なるほどね、電話で話しただけでもなんか素敵だなって思える人たちでした。いや本当にケイさんありがとうございます。本当にいい声してたね、です本当に、うん、でもさ、うん、もう言ったらさ、俺ら今連絡先知ってるわけやんか、うん、でさ、そのこの V に付き合ってくれたわけやんか、うん、そのありがとうございましたっていうかさ、うんうんうん、お久しぶりです、僕たちのライブの VTR に付き合っていただいてありがとうございますみたいなの送る、うん、俺はね、あのそうだね、やべえこと言うか、送んね。俺も送んね。でもね、俺も俺はもう進むんだよ。